ごちそうさま。気分転換に来たことはあるけど、ここのコーヒーこんなに美味しかったんだ。そういえば例の新薬、あっちも順調に完成に向かってる。あなたのデータかなり役に立ってるの。極めて標準的でフェアな肉体だからね。素晴らしいモルモット、いえ協力者だったよ。改めてお礼を言わせてもらう。ところで私の方はどう？あなたの役に立ってるのかな？例えば解凍の仕事とか。受験のためなんて嘘。留置所に行って医局長に会ってきたの。それであの変わりよう、まさに怪盗の事件と一緒じゃない。あの状況、あのタイミング、正体はあなただと思っても仕方ないでしょ。フフ、まあどうでもいいよ。問題はあなたがいなければ私は私の使命を果たせなかったこと。新薬も完成できないまま、医局長に言われた嘘に騙されたままで、それにこの町の患者たちにも出会えなかった。きっと怪盗団って医者みたいに弱ってる人を救ってるんでしょ。じゃあ私もあなたのために危ない橋を渡ってみようかしら。もっとすごい薬用意してあげる。私の彼だもの、正しく使ってくれるよね。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、死神の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。よし、よし。ねえ、ここあなたの自宅でもあるんだよね。部屋は2階？保護者の方は？じゃあ二人っきり？ふん、なら往診でもしてあげよっか。まずは瞳孔を見せてもらおう。じっくり時間かけて見てあげないと。